先輩お疲れ様っす。いやー今日忙しすぎましたよね。先輩めっちゃテンパってなかったっすか。俺大活躍だったじゃないっすか。もっと頑張ってくださいよ。翔吾くんお疲れ。今日迷惑かけちゃってごめんね。マジっすよ。あ、てか先輩って何歳なんすか。え33だけど。 33？ それめっちゃやばくないっすか。え、33でバイト？なんでバイトしてるんですか？いやまあこの仕事楽しいし。でもバイトになる意味あります？もしかしてバカにしてるの？そりゃ会社員になりたいけど、まあバイトって働き方もあるし。いやいや無理ありすぎるでしょう。てかもしかして実家暮らしっすか？何よそれ、実家に暮らしちゃ悪いわけ？ちょっともう何なのよ。まあ気になっただけっす。てか先輩今日店長に怒られてませんでした？正直ないっすわ。あのさ、本当に店長に言うよ。もういいって。真面目に仕事してるのにバカにしないでくれる？翔吾くんまだ20代だし、若いからあんまりきつく言わないようにしてたけどさ、正直デリカシーなさすぎるよ。それって接客業としてどうかなって思うんだけど。いやマジですよ。それなら言わせてもらいますけど、先輩わかってます？何が？え、気づいてないんすか？もうみんな正直いっぱいいっぱいです。先輩のフォローでお客さんからも苦情来てるし、マジで気づいてなかったんですね。嘘でしょ？何？私のことはめようとしてるの？もう店長に言うって決めたから、今さら私が悪いとか言っても翔吾くんの失礼な発言は消えないんだよ。あのちょっと黙って話聞いてくれます？今から長文送るんで。てかメッセージ送られても無視するんで、すいません。先輩、俺とかバイトの大学生の子がスマホ触ってたらめちゃめちゃ怒るじゃないですか。あんな怒る必要あります？触ってるのホールじゃなくて裏側ですよ。それに正直先輩働き悪いですよね。もう詳しくは言いませんけど、自分で分かってるんじゃないですか。疲れてる時はしょうがないと思いますけど、でもそれで後輩怒っても全然納得できないっすよ。シフトもみんなの都合考えずに好き勝手入れるじゃないですか。いい加減やめてくださいよ、マジで。はぁ？何よそれ。そりゃ怒ったりするでしょ。シフトはごめん、次から気をつけるね。もういい、疲れてるんだわ。これでいいでしょ。じゃあまた明日ね。ちょっと待ってください。あのもう一個伝えたいことがあります。もういいって、散々バカにしてくれたけど怒ってないよ。まあちょっと冷たくするかもね。おやすみ。あの先輩、レジのお金盗んでますよね。え？ごめんなさい、もうバレてます、店長に。ま、待って、ここ最近カメラ仕込んでるの気づいてました？まあ気づいてないっすよね。めちゃめちゃお金取ってましたもんね。もう無理っすよ先輩。まだ俺のメッセージで素直に話してくれてたらよかったんですけど、明日ちゃんと来てくださいね。店長が話したいらしいんで。私そんなつもりじゃ。じゃあお疲れした。今回の動画はいかがでしたか？もし面白いと思った方はグッドボタンを押していただけると励みになります。またチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。